皆さんこんにちは。行政書士で総裁カウンセラーの OK です。私は、9年前にこちら あのいいお坊さんひどいお坊さんっていう本を書いているんですけれども、これね、行政書士としてお墓のことを仕事で、墓、いわゆる墓じまいですね、まあ、9年前は墓じまいなんていう言葉はなかったんですけれども、お墓のことでお寺さんとちょっとうまくいっていないとか、なかなか話をしづらいっていう方々と一個一個こうお仕事をしていくうちに、お寺さんの考えている常識みたいなことと一般の人が考えてこうあるべきと思っていることが随分温度差があるんだなっていうことが分かってきて、でこれをもともとお互いが知っていればもうちょっと穏便に話ができたりするのになっていうふうに痛感することがよくありまして、それでこんな本を書いてみたりしたんですけれども、でその本が出て以来お坊さんの研修によく呼んでいただいて、普通の人はこんなことをお寺さんに期待しているんじゃないかとか、そういったことをお坊様たちにお伝えするような仕事もこの9年10年の間させていただいているんですね。でそれなのでなるべくこのチャンネルのキャッチフレーズにもお寺さんとの距離が15センチ短くなるとかってあるんですけれども、自分の中では思っているんですけれども、お寺さんの世界のことを知りたいなとか、まあ、本当はお寺さんにこんなことを相談してみたいとか、まあ、自分のお墓のあるお寺さんだけじゃなくてですね、全国にはすごくたくさんの30万人もいらっしゃるんですよ。お坊さんの資格を持っている方っていうのは日本に30万人もいらして、まあ、その方々の半分ぐらいはいずれ継がなきゃいけないかもしれないけど、今はサラリーマンとか今は学校の先生していらっしゃるとか、お坊さんとしての仕事は今はしていないっていう方も半数ちょっといらっしゃると思うんですけれども、でもそれぐらいの数の方がいらして、でよくねお寺の数はコンビニより多いとか言われますよね。7万7千もあるんだよって言われますけれども、でも7万7千もある割にコンビニに行く回数よりお寺に行く回数って全然少ないし、まあね、その税金が非課税になっている分公の役に立っているのっていうと、なかなかそうも言い切れない部分が今はありますよね。ですのでそれをもうちょっと距離を縮めることで街の中で活用できたらなとか、そういったことをいつも考えています。で今日は友人がやっているサイトでお坊さんが回答者になっている相談サイトがあるんですね。いわゆるもう本当に仏事のことだけじゃなくって人生相談とかがいっぱい来ているサイトなんですけれども、蓮の葉っていう名前の相談サイトがあるので、それについてご紹介したいと思います。どうぞ。こちらがハスの葉というサイトを立ち上げられた堀下さんっていう方で、もう一人共同代表でぶっちゃけ地に出られていた井上さんっていうお坊さんも共同代表されているんですけれども、きっかけは 3.11 の頃の後ぐらいに、人と人とがもうちょっと助け合えるような風になれば日本社会がもっともっと生きやすくなるのになっていうところからだそうなので、だいぶ前からなんですけれども、そうですね、最初、お坊さんでやろうっていうことが最初にあったわけじゃなくって、なんかその人と人とがもうちょっと交流できたり助け合ったりできるためには何があるだろうっていう仲間探しをされている中で、被災地支援に行かれたりしているような志の高いお坊さんと知り合われて、そしてお坊さんが回答者になるっていうこのハスの葉のサイトを企画されたっていうことなんですね。はい、ハスの葉っていうサイトは、トップ画面行くとこんな感じになっているんですけれども、お坊さんに質問ができるんですね。で登録して質問を書き込んで、でそうするとお坊さんから回答がつくっていう、まあ普通のヤフー知恵袋とかと同じような構造になっていますけれども、でコロナになって自粛を皆さんがするようになってからはすごく質問者の数も増えていて、1ヶ月に100万ページビューもあるっていうふうに言われているんですね。こちらのサイトの作りはとっても私気に入っている点がいくつもありまして、そうですね、今新着の回答って見るといろんな質問が来ていますよね。お坊さんが怖いものは何ですか、飲み会が絶対の上司がいる職場に来てしまいましたとか、あと動物のご供養のこととかいろいろですね、仏事のことももちろんありますけれども、最近はですね、ほとんど人間関係の悩みとか、そうですね、心理的な不安とか、あと病気や死に関わる
本当に仏教の根本ですよね。仏教って生老病死苦っていうのを何とかしようっていうことで始まった、あの思想だと、思想宗教だと思うんですけれども、その本当に生き死にに関わるような、あの本当に身近な方を亡くされた方とか、あとはもう出づらいからもうあの生きていたくないとかっていうようなご質問が非常に増えているそうで、それに対してお坊さんが真剣に向き合ってくれているサイトです。普通にね、お坊さんって考えると、なかなか自分のお墓のあるお寺に相談に行っても、いついらっしゃるんだろうとかね、なかなかちょっと敷居が高くって、人生相談までする勇気がないっていうことが多いと思うんですけれども、インターネットであるからこそ、いつでも気軽に質問ができる。そして質問が、混んでますけど、質問書き込むことさえできれば、回答を必ずつけていただけるのでね、知らないところでご縁のできたお坊さんに答えていただけるっていうことがいいと思います。あと、いろんな宗派のお坊さんが登録していらっしゃるので、いろんな角度から答えが出てくるんですね。同じ、禅宗なら禅宗曹洞宗のお坊さんでも、お一人お一人個性があるので、いろんな違う回答をつけていただくこともできますし、あとは、浄土宗の方とかね、そういうお念仏が得意な宗派の方ですと、全く違う角度からのお答えになっていたりして、で、この、サイトの作りとしては、どの回答が絶対っていうことはないので、回答を選ぶのも皆さんですっていうようなことがきちんと書かれているんです。で、そこがいいなと私は思っておりまして、ですね、本堂一覧の最初に、回答は各僧侶の個人的な意見のため、って書いてありますよね。で、宗派の見解とは異なることがあります。本当に個人として、一人の人間としてお坊さんが答えてくださるっていうサイトなんですね。だから本当にお寺にいらして、お寺に相談に行くと、やっぱりそこのお檀家さんの色とか、宗派の色とか、そういったものがあって、なかなかね、個人の事情に立ち入ったような お返事がいただけなかったりっていう、特殊な事情もある世界だと思うんですけれども、インターネットだからこそ答えていただけるってことも、十分にあると思うんですね。ですので、お坊さんに何か聞いてみたいっていう方は、ぜひ、ハスの葉、カタカナでもひらがなでも検索すれば入れると思いますので、ぜひ登録して質問してみていただけたらなって思います。はい。で、今日は、ちょっと私が、このコロナの関連で、いいなって思った問答を、いくつかご紹介してみたいなと思っています。最初はですね。はい、こちらですね。コロナうつ、ご家族がコロナうつではないかと思われるというご質問です。ちょっと早く動かしてみます。はい。コロナで外出自粛が、長く続いていた頃のお話なんですけれども、お父さんお母さん、お父さんお母さんが二人暮らしで、ご質問者さんたち、子供さんたちはやや離れたところに住んでいる。で、かかりつけのお医者さんからは、体調に異変をきたしているとか、そういったことが、聞かれていて、で、もしかしたらご自身がですね、コロナにかかっちゃったんじゃないかっていうふうに思い込んで塞ぎ込んでしまったり、そのために体調がどんどん悪くなっていて、とっても心配であるっていうようなご質問なんですね。で、これお医者さんじゃないのにお坊さんたちどんなふうに答えてくださるんだろうって思って、見ていましたところ、すごいですね、やっぱり、思いもよらない角度からのご回答がついていて、とってもお坊さんらしくていいなって思ったので、ご紹介させていただきます。まずはですね、この優しい言葉をかけてくださって、ご心配ですねっていうことで。で、だけど、人はどんな時でも変わることができる。お年を召していても変わることができるっていうことをおっしゃってます。で、話しかけ方の角度として、コロナが収まったらどうなりたいのとか、どんな楽しいことをしたいのっていう感じでですね、明るい方に話題を持っていってみたらどうなんでしょうっていうふうにご提案をされているんですね。これなんかまさにね、とっても心配事の相談を受けていると、私たちってどうしてもその暗い方に共感して、どんどんそっちに目が向いてしまうんですけれども、じゃあこのコロナが収束したら何したいとか、そういうもう全然違う角度の方に話を持っていった方がいいんじゃないかっていうようなご回答がついています。
で、そして本当はどうなりたいのとか、何を大切にして今までどんなふうに充実して生きてきたのっていうことも聞きたいって、お子さんから聞かれたら、そういう過去を振り返って良かった時の話も思い出せるっていうことなんですよね。尋ねにくいかもしれないけれども、やってみてくださいねっていうご提案がされています。で、これに対して私もありがたしっていうボタンを押しちゃったからここ色が薄くなっちゃってるんですけれども、この質問者さんだけではなくって、この問答一問一答を見て、私もこれで気持ちがすごくすっきりしたとか、ちょうど同じようにうつうつとしちゃっている家族がいる、もしくは友人がすごく自粛でうつうつとしちゃっているっていう人も参考になるなって思える時がありますよね。で、そうしたらここにありがたしっていうボタンがあって押せるようになっています。で、このありがたしボタンを押すと、いわゆる普通の SNS でのいいねっていうのの、ボタン同じ意味になるんですね。で、しかも本当にその質問した人であれ、そうじゃない人でもいいんですけど、この問答でとっても気持ちが救われた、ありがたかったっていう方は、ここからお気持ちをですね、結構少ない金額の範囲から段階を踏んでいろいろ収められるようになってたりします。気持ちっていうのを言ってみると、こんな感じでちゃんとね、メールを書いてになってますね。お坊さんへ7割、そして蓮の葉の運営に2割、で、残りの1割が災害義援金として、寄付されますよっていうふうに、すごくいい感じで書かれているんですね。このバーをですね、こうやって動かしていくと、1000円でもいいし、お気持ちの金額をこうやって2000円、3000円とかっていうように増やしていけるようになってますので、まあ、たくさんお布施したい方は、満単位でもできますし、っていう感じで、このようにね、お気持ちをお支払いできるようになっていったりします。もう一つのご質問をご紹介してみたいと思います。やっぱりコロナ関連から選んでみました。はい、この方は、お店を経営していらっしゃるんだと思うんですけれども、自営業だけれども、コロナでですね、お店を閉めたり、時間を短縮したりすると、協力金がもらえるってあるじゃないですか。で、私の動画でも協力金のこといくつか挙げさせていただいてるんですけれども、それを、この質問者さんはすごくいろいろ考えて、お客様を、もう、失ってしまうリスクもあるし、ずっと長いこと休んでいたらですね、お客さんが離れていくっていうリスクもあるし、でも従業員の方がコロナにかかる恐れは減らしたいしっていうことで、いろいろもう深く考えて悩んだ結果、国の要請に従って協力金をいただくっていう決断をされたそうなんですよ。ところが、営業していたのに、請求をしてしまって、協力金もう入ったとか言っているお仲間がいるということなんですね。で、この闇で私もね、そういうのはやめようね、お天道様は見てるからねっていう動画を出してますけれども、こういうふうに申請しちゃった人が身近にいて、しかもそれをケロッと言ってくるっていうことにかき乱されてしまって、平静な気持ちでいられないけれども、どうしたらいいでしょうかっていうご質問なんですね。本当にね、ありますよね。正直者がバカを見てしまう世の中だっていうようなふうに言われることもありますけれども、これに対してお坊さんの答えはですね、思い通りにならないことは思い通りにしなくていい、距離を取ろうっていうお返事でした。仏教的な説明もね、いろいろされてますけれども、やっぱりね、そうなんですよね。まあ、私からすると、まあ、お天道様見てるから、その人どうせいい目に合わないよって思うんですけれども、本当同じことですね。お天道様ってね、一体宗教じゃないと、アマテラス大御神がお天道様なのかなって言ったら、日本の昔の神道なのかなとも思うけれど、まあ、ブッダとかゴッドみたいのがいるわけじゃなくて、日本人が昔からなんとなく手を合わせてきた感じなので、まあそれはそれで一つの宗教なのかなっていうふうには思うんですけれども、そんな感じでね、こう一個棚上げするっていうのが宗教的にはとっても気持ちを楽にしてくれるっていう効果があると私は思っています。同じだと思うんですよ。神様であれ、仏教的な解釈であれ、お天道様であれ、多分みんな同じではないかなって思うんです。一対一の関係だけで見てしまうと、とっても腹が立ったり許せなかったりっていうことありますよね。
でもそれ一歩引いてみると、いろんなところで人は意図せずぶつかってしまったり、いろんなところで謝りきれないで通り過ぎてしまったり、いろんなことが起きているけれども、それをどっかで帳尻合わせていけばいいんじゃないみたいなね、そこで失礼をしちゃった人とかされちゃった人は、そのことをいつまで悔やんでいてもしょうがないけれども、他できっと気にせずにいれば帳尻は合ってくるよみたいなね、ことがあると思うんですけれども、でそういう言葉をお坊さんかけてくださっています。こちらもね、なんか同じように、ありがたし結構入ってますね。で、最後にですね、こう、今回のようなことが起こるのは、仕組みの不備、行政も、やっぱり急いでね、仕組みを作ってくださっているので、なかなかちょっと不備が出てしまっているんじゃないかっていうことも書かれてますけどね。この協力金に関して言えば、東京都の場合はですね、この方が東京かどうかわからないんですけれども、私からすると、東京都がご協力いただいた店舗リストっていうのを上げているんです。で、そこに名前が載っているけど、ここ休業してなかったよねとか、飲食店だけどここ夜遅くまでずっとやってたよねっていうところを発見された場合は、東京都のコールセンターにちゃんとお電話できますのでね、でやっていたのは何日ですかとか詳しく聞かれるんですけども、確実にこの日はやっていたっていう記憶があるんであれば、写真が撮ってあれば一番なんですけど、写真撮ってなかったとしても一応話は聞いてくれると思いますのでね、そのために公開してるんです。そういう市民からのクレームがちゃんと受けられるように、お店リストを公開してくれていると思うのでね、実を言うとこれはこの人に関してはそういうところに物申すっていうのも一つの行動としてはあったかなとは思うんですけど、でも宗教的に言えばそんな、なんか人を陥れるようなことにつながっちゃうからね、クレームをわざわざ行政庁に申し立てるよりも、お坊さんがおっしゃる通り、思い通りにならないことはあっていい、あって当たり前だ、だけどそこを気にしなくていいよっていうふうに言っていただいた方が、やっぱりこの質問者さんのためにはなったかなって思います。やっぱりね、その私たち侍業って法律の専門家からすると、手続きできるよとか、不正があったらこうやって言えばいいんだよっていうふうに思うけれども、やっぱりね、その法律で裁くとか裁判とかっていうのは結局お金での解決しかできないんです。で、そういうことではなくって、その人がちょっとズルをしちゃったっていうことは、結局この後も同じようなことをなさるんだと思うんですね、そういう方って。そこをね、どうこうしようって思っても仕方がない、そういう人はいるのは仕方がないけど、距離を置こうっていうのが本当に根本的なね、やり方としてはいいんじゃないかなって思いました。ですので、やっぱりね、この問答を見ているだけでも、当事者でなくってもすごく心洗われたり救われたなっていう気持ちになれることがあるので、ぜひ皆さんもちょっと辛いなって思うときは、蓮の葉ね、実はちょっと質問なかなか書き込めない時間帯もあるんですけれども、似たようなご質問がきっと出てきているときがあると思いますので、問答をキーワードで検索することができますので、例えば心の悩みとか、こういう上司との喧嘩とか、家族と母とうまくいかないとか、高齢の父が運転をやめてくれないとかね、なんかキーワードで検索入れていくと、似たようなご質問がヒットすると思いますので、そのような活用の仕方もぜひしてみていただきたいなって思います。はい、そんな感じで、今日はハスの葉というサイトをご紹介してみました。最近ですね、やっぱり自粛以来、法事がなくなって、時間ができたっていうのもあって、全国のお寺様が結構たくさんオンラインで法話を説いてくださっていたり、そうですね。私は梵字を習ったりとか、いろいろしてるんですけども、座禅なんかもね、ズームを通してオンラインで、体験することができたり、いろんな機会が広がっていますので、このね、蓮の葉のサイトもなんですけれども、何がいいのかなって、普通の例えば Q&A とかヤフー知恵袋とかで聞くのと、お坊さんが回答者であるっていうのと、何が一番根本的に違うかって言ったら、答えようってしてくれてないですよね。変な言い方ですけど、1対1で私が何とかしてあなたを直してあげるっていう感じではないんですよ。仏教の一問一答って質問した人が自分で気づいて治っていくようなきっかけをお坊さんが言葉で与えてくれているっていう構造になっているように思います。蓮の葉の問答も
昔はやっぱりね、仏事の相談とかが多かったので、お坊さんの方がよく知っている世界のことだから教え諭すみたいな問答も結構あったんですけれども、最近は本当に心の相談、メンタルの相談、死にたいとか生きる死ぬに関わる生きづらいっていうことに対しての質問が本当に半数以上、ここ半年ぐらいではもう本当にね、すごいそういう質問が増えているそうなんです。いわゆる愛別離苦、難しいですけどね。愛情を得られていない気がするとか、別れについてとか、死別も含めてですね。で、そういったことの苦しみについてのご質問がすごく増えているということなので、もう本当にね、苦しみの、問答が満載なんです。で、それを読んでいるだけで、自分の苦しみも本当にね、和らいでいくっていう体験を私もしていますので、ね、ぜひ皆さん、一度覗いてみてほしいと思います。で、お坊さんが、もう本当にどこに住んでいるかもわからない遠くの県の、この蓮の葉がなければ出会うことが絶対になかったはずの、宗派も全然ね、自分のお墓のあるところの宗派とは違うお坊様が、ここで出会えて答えてくれる。そして一緒に読経してくださったり、この文章の中でも、お悔やみ申し上げますとか、お念仏申し上げますって言ってくださっているのでね、宗教者の方がきちんと手を合わせてくださっているっていうことが、とっても多くの人の助けになっているように感じます。で、これがやっぱり一般の祭祖とは違う、その死別とか、そういったことに関してで言えば、見ず知らずのお坊さんがきちんと、読経をして、ご供養してくださったんだっていうことだけで救われている部分もかなりあると思いますので、そこがやっぱり大きいなって思います。で、お寺さんからするとね、若い人がお寺離れをしているっていうふうにすごい感じられているようなんですけれども、実際この蓮の葉の、寄せられてくる問答を見ていると、ほとんどがやっぱり仏教でこそ、解決できるような、その死別に関する、生老病死苦に関する質問になってきているので、これは本当に一般の人の方が、お坊さんには何を聞いたらいいのかっていうことをよく分かっていらっしゃるのかもしれないなって思います。それでこうしたらいいとか、ああしたらいいとかって必ずしも言ってくれないんですけれども、お坊さんは考え方の、筋道をね、ちょっと言ってくれるだけで、先ほどもこんなこういうような話しかけ方をしてみたらいかがですかとは言っているけれども、こう聞かなって、こう聞けば必ず良くなるとか、こういうふうに しなさいとかっていうことではなくって、例えば私だったらこうするみたいなふうに、同じ目線に降りてきた上で、こうしてみたらっていうご提案をしてくださっている感じなので、面と向かってね、お寺の住職さんのところで正座をして相談して聞いていると、もう絶対服従しなきゃいけないっていうか、言われたことの通りにしなくちゃダメな気がしてきちゃったりすると思うんですけれども、お寺で面と向かってご相談するっていうのとはまた全然違う雰囲気で、二つ三つついてきたご回答の中から自分ができそうだなっていうものを選び取って行う。で、それがまたね、できそうだなって思える誤解と選ぶっていうのも一つのご縁だと思うのでね、本当にこの、蓮の葉っていう場は、今のその、凝り固まっちゃっているお寺と檀家さんの関係っていうのを超越して、人と人とが出会えるような、いい作りになっているなっていうふうに感じております。なんか宣伝みたいになっちゃいましたけど、別に私は蓮の葉から何かもらっているわけでは全然なくて、単にズーム暗号っていうのを一緒にやっていたりとかですね、事務局一緒にやっていたりするだけで、まあ本当に自分が心からいいなと思っているので、ぜひ皆さんも覗いてみていただけたらと思います。はい、以上、今日は蓮の葉についてお伝えしてみました。このチャンネルではお坊さんとの距離がちょっとでも近くなったらなっていうような企画をいろいろやっていきたいので、また蓮の葉の問答をご紹介させていただくことがあると思うんですけれども、今日はですね、もう一つお知らせで、蓮の葉の運営主の堀下さんっていう方とも一緒に事務局をやっているんですけれど、ズーム暗号という企画、このチャンネルの中で鵜飼秀則さんと私が写っている写真が載ってるやつが第1回の動画なんですけれども、そのズーム暗号っていう企画のお坊、まあ、主たる聴衆はお坊さんなんですけれども、一般の方でも入れますので、お坊さんの世界ってどうなってるのとか、お寺さんは今何を一番心配されているんだろう、このコロナの
世界が激変する中でどんな風に取り組んで何に取り組んで何に悩んでいらっしゃるんだろうっていうようなことを聞ける貴重な機会だと思いますのでね、ぜひ参加したいなっていう方は応募してください。概要欄の方に申し込み先のアドレス、東さんっていう浄土宗のお坊さんのアドレスに直接申し込んでいただくようになっているんですけれども、下に書いておきますので、ぜひご関心のある方は見てみてください。次回の6月29日のテーマはコロナ差別というか風評被害みたいなものと、あとグリーフ、コロナとグリーフっていうテーマでやっています。前半 そのコロナ の被害みたいなことについては、3.11 の時にですね、放射能汚染ということでいわゆる風評被害とか近づかないでよって言われる当事者になってしまった福島のお坊さんがお二人出てこられて、でそういった思い込みから来る差別とかこういう排除みたいなものをどうやったら緩和していけるのかなっていうお話、そして後半は、おかくさんっていうグリーフの世界の専門の方と、あとはやっぱり看護師さんでいらしてグリーフのことにもすごく長けていらっしゃる、飯島さんっていう女性のお坊さんとお二人で出ていただきます。前半後半でちょっとつながりのあるテーマだけれども2つの大きなテーマを扱います。6月29日も本当に間もなくなんですけれどもね、聞いてみたいなっていう方はぜひ申し込んでみてください。 Zoom ですので全国どこからでも聞いていただくことができますのでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画も広告して